はい、青い空、白い雲、もう夏、夏真っ盛り、まあ7月ですけど、海の日に山に来ました、月ヶ瀬です。とあんまり夏には来ないんですけど、今日はちょっとあまりにも暑すぎて山を攻めてみたいと思います。で、本日はですね、紹介したいバイクがあります。こちらでーん、H2SXSE です。2022年版、ついにですね、このバイク乗りまして1年が経ちました。正確にはね、1年とどれぐらい3ヶ月2ヶ月ちょっと1年2ヶ月ちょっと経ちまして、本当はもっと前に1年インプレを取りたかったんですが、なんやかんやとこいつが入院してまして、こんな日まで、7月のこんな海の日までかかってしまいました。でね、なんで入院してたかというと、これです、これです。もう別動画でも散々上げてますが、こいつです。このリバーマーク、このリバーマークを取り付けるためにやってました。まあ、ガラスなで反射してるかな。で、今まではこっち、これがね、メインというか一番目立つなんですけど、今はもうこれです。こういう感じでリバーマークがついてますと。で、今回はこれのね、カスタム紹介も一緒にやっていきたいなと思います。まあ、このバイク、まあ、このバイク見てもらえば分かる通り、まず色から違います。色から、ラディアンレッド、ラディアンコントラストレイヤリング、はいはい、そんな名前の、レクサスの LC とか RCF に使われている、レクサスでも高級側の車にどけついている赤色のものを使ってます。前はソウルレッドかな、マツダのソウルレッドを忍者製に使ってましたが、H2SX ではレクサスの赤に変えました。で、そうなってね、よく聞かれるんですけど、ここ塗り直してます。これもこことここ、これ忍者から忍線から持ってきます。これ塗り直してます。上から色もう一回塗り直してます。あとはそれに伴ってね、こういう忍者のマークとか、この SX のマークとか、あと川崎のロゴとか全部作り直してます。こっちもそうかな、こっちも本当は銀色なんですけど、金色に変えて、ほら、だってシナンジュに見えるやろ、もう一回こう、ほらシナンジュに見えるやろ、シャア専用に見えるやろで、今回新たに下にこのミラーゴールドのリムテープが貼ったんで、より足元が金色になったかなと思います。で、あとカーボンパーツがもういろんなところに、ここからここからリアフェンダーにヒールプレート、まあ、ヒールプレートつけちゃったからバックステップがつけれなくなったっていうのはね、ちょっと置いとこうか。で、誰も気づかんと思うけど、リアのこのね、これもカーボンになってます。で、エアインテークもカーボンになってまして、これプロケ違うな、チャス、ここもカーボン、これもあのちっちゃいのすらも、あそこすらもカーボンに変えてます。もうカーボンね、つけれるものは全部つけてます。で、クロエさんお手製のうちのチャンネルのここもカーボンパーツになってます。あ、フグランプついてます。で、トップケースはこれケーズスタイルさんのトップケースがついてまして、いつものゆうかねさんのいつものあれがここにもついてます。サインハウスさんのスマートフォルダーもついてまして、結構パーツには金かけたかな。あとアスクルスライダーも下に行けば行くほど金色になってます。上に行けば行くほど赤色、前上に行くと赤色、右後ろに行けば金になるように配色になってますと。このリバーマークは別動画でもやってますが、エンジン回す入れるとなんと回ります。こんな感じでね、はい、でこんな感じで、でアクセル回すと回転数も上がります。まあそれはそうや、クラッチやからねそれはそうだそれは回りますよ、回らなかったらびっくりするよ。で、配色的にもこう横から見てもらう分かるように赤に金色形で、世界に1台のバイクとなってます。トリックサーさんのイカ槌も入
れてます。どっちかというと音が小さくなるのかな、こっち今回は。まあ、いいとこ悪いとここのバイクになるんですけど、1年乗ってみて、なんせ不満はない。不満があるとするとライト、正面のライトが暗いというか上に出てる。だからなんか2023年版からオートハイビームついたけど、なんかそんな上に向いてもあんま意味ない気がするよね。あー、そうそう、忘れてました。あのこのシート、前も後ろもいつもの人線と同じで加工してまして、一回アンコを抜いた後、アンコ抜きをした後低反発材を入れてからゲルを入れてますので、リアシートに関しては相当ふかふかです。あの一回座ってもらえば分かりますけど、バイクのシートとは思えんほどふかふかなんで、まあ、秋之助様のシートです。これがまあざっくり、ちょっとざっくり行き過ぎてるけど、今ねこれだけ目立つとね、まあ、そうそう皆さんにも声かけてもらいやすいんじゃないかなと思うので、特にああいうリバーマークがついてる赤い H2SX 見たら私です。あの怖がらず声かけてください。ステッカーもらってください。1年乗ったということでね、記念にこんなカスタム動画、簡単なカスタム紹介というかバイク紹介、改めてエクステリアを、エクステリアって言ってもわかんないけど、まあガーッと外観から内観までざっとご紹介させてもらいました。ちゃんと拭いときゃよかったね。こういうとこは雑なのよね、これね。はい、それでは、まあ、これからどれだけこのバイク乗るか分かりませんが、もう少しカスタムを続けていきますので、ちょっとずつ変わっていく様を動画で見てください。じゃあ本日もご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。またね。いいね。